は毎日図書室で会っていた中に、そのサブレターで実行された。ラブレターの出し方といえば決まっている。私もそのつもりだった。気になってビビった。いるうちにあの男が来て、手を吐き替えられてしまった。へと向かう間、焦りがつ、明日にしようか。今日が夏休み最終日、不決意していれば、私がラブレターなんて時代錯誤な城、面と向かって告白する勇気がなかったからで、が手紙に目を通す時間、後悔と自己嫌悪に潰されそうだった。逃げたい、帰りたい。長い時間が過ぎ、やがて彼は、好きになってくれてありがとう。よろしく。の夏、彼氏というものができてしまうとなっては、若気の至りとしか言いようがない。